本日はお忙しい中、2023年三菱重工浦和レッズレディースの新加入選手会見にお越しいただき誠にありがとうございます。レッズレディースの新たな仲間をご紹介するとともに、ユキボウィーリーグ2022-23シーズン後半戦に向けた意気込みをお伝えさせていただきます。皆様最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。それではまず楠瀬監督にご挨拶をお願いいたします。どうもこんにちは、座ったものすみません。いよいよ後期といいますか再開する上でちょうどこのタイミングで今日新入団会見というのを開かせていただき、遅くお願いましてありがとうございます。またいい選手たちが来てくれるので、今日はいろいろと質問して、どんな選手か特徴を掴んでいただいて宣伝していただければと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。お待たせいたしました。それではこれより新加入選手のご紹介をさせていただきます。選手の皆さん席の方へどうぞ。着席してください。では初めに強化部長の2期より新加入選手3名の特徴などをご説明させていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、三菱重工浦和レッズレディース、強化担当しております2期と申します。報道関係者の皆様には、日頃から、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。今日も、この3人が、新たな、スタートを、切ることができます。これからもぜひこの3人をですね、見ていただければというふうに思いますのでよろしくお願いします。シーズンの始めとなりますので私の方からまず初めに、今報道関係者の皆様への感謝のお気持ちも伝えましたけれども、日頃から浦和レッズを応援していただいている、ファンサポーターの皆様、そして、浦和レッズのパートナーの皆様、そして浦和レッズに関わる全ての皆様に感謝を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、選手の、紹介をさせていただきますが、冒頭私の方からまず、この3人を、育てていただいた、各年代の、指導者の皆様に本当に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。今ここの場にこの3人が、いるということは、各年代の指導者の皆様のご尽力があってこそだと思います。この3人にもそのことは、忘れずにこれから、サッカーと向き合っていただきたいというふうに思っています。指導者の皆さんは本当にありがとうございました。それでは、選手の紹介をさせていただきます。皆様から向かって左側、伊野真也選手です。伊野選手は、埼玉県の、四季にある、FC 宗岡から、浦和レッズジュニアユースの方に、進んで、ユースということで、力をつけて、日体大、SMG 横浜、日体大の女子サッカー部ですね、そちらで、4年間、活動してきました。もちろん浦和レッズレディースに、ユースからトップに上がるというところも、その時十分力あったと思うんですけれども、外でさらに力をつけて、帰ってきてくれたと、いうことになります。プレーの特徴としては、シュートストップと、状況判断に優れた、選手です。また、日体大の方で、なでしこリーグで、かなりの試合数、実戦を積んできたということで、実戦派の、選手であるというところも特徴の一つだと思います。はい、続きまして、皆様から向かって、2人目ですね、高塚恵那選手です。高塚選手は、所沢にある、アルハタビガーズから、FC クレセル、こちらの方は都内の、クラブチームとなります。そこから、常盤木学園、
高校に進学をして、時矢学園ではもう1年生からレギュラーで中心選手として活躍してきたという選手です。実は小学校6年生の時に浦和レッズのジュニアユースのセレクションに参加してくれてます。その時は我々が見る目がなく、獲得をしなかったというようなこともありますけれども、そういった意味では、高校で活躍をしてまた改めて浦和レッズにチャレンジしてくれた、そういったことに本当に、感謝したいと思います。彼女の活躍が今後浦和レッズを、牽引していくのかなというふうに私は感じております。プレーの特徴としては、相手の背後を取るスルーパスや、得点につなぐラストパスを供給できるという選手です。そしてですね、やはりメンタルの強さ、ここは、素晴らしいと思います。彼女の、サッカーに対する情熱、そういったものがプレーにも、出てると思います。ぜひ期待をしていただければというふうに思います。そして、一番最後になりましたが、角田選手です。まさに浦和出身の選手ということで、北浦サッカースポ少年団、ここで、活動をした後に、浦和レッズのジュニアユースと、住んできた選手です。角田選手は各年代の、代表にも選ばれて、将来を、有望されている、選手となります。プレーの特徴としては、展開力に優れた選手です。中盤で、高い技術とボールコントロール、からゲームを、作れる選手というふうに、思っております。ボールを奪う技術に優れてまして、視野の広さ、そういったところから、ゲームをコントロールできるという選手です。浦和レッズの育成から育った選手として、日本を背負っていくような、そして世界に出ていくような、選手になってもらえればというふうに思っております。はい、3人の紹介は以上となります。ありがとうございました。それでは新加入選手から順番にご挨拶させていただきます。はじめに日体大 SMG 横浜より新加入となりました伊能真也選手、よろしくお願いします。日体大 SMG 横浜から加入しました背番号23番ゴールキーパーの伊能真也です。私は中学高校とジュニアユースでプレーをさせていただいてました。4年ぶりに浦和レッズのエンブレムを背負ってプレーできることを大変嬉しく思います。今シーズン私は特別指定選手として浦和レッズで試合や練習に参加させていただいてました。改めて素晴らしいクラブ、素晴らしい環境でプレーできることを感謝の気持ちでいっぱいです。この感謝の気持ちを忘れず、今まで支えてくださった方々に恩返しできるように、日々努力し成長し続けられるように練習からこだわっていきたいと思います。またファン・サポーターの皆様に応援していただける選手になれるよう精一杯頑張ります。まず試合出ることを目標に、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、常盤木学園高等学校より新加入となりました高塚恵那選手、よろしくお願いします。常盤木学園高等学校から新加入しました背番号37番ミッドフィルダー高塚恵那です。まずこの大きな浦和レッズレディースというチームに加入することができ、とても嬉しく思います。自分の一つの夢である多くの人に自分のサッカーを見てもらえるということに感謝をし、1年目など関係なく1年目からスタメンの座を奪っていくという強い気持ちを持って日々練習に取り組んでいきたいと思います。またファン・サポーターの多くの方々の期待に応えられるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします。
ありがとうございました。最後に三菱重工浦和レッズレディースユースより昇格となりました角田風花選手、よろしくお願いします。昇格しました背番号29番ミッドフィルダー角田風花です。まずは今日はお集まりいただきありがとうございます。浦和の少年団出身で、幼い頃から浦和レッズというクラブが身近にあり、そのクラブにのトップチームの一員として全力で戦えることを嬉しく思います。シーズン途中での加入とはなりますが、後半戦優勝まで少しでも多くの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。では最後に楠瀬監督より一言ご挨拶をお願いいたします。どうも改めましてこんにちは。今日は来ていただいてありがとうございます。本当にこの3人をね迎えられるごとにすごく喜びを感じております。井の前にしてはもうアンダーカテゴリーの代表の時から見てて、日体でも一緒に、やってますし、角田風花をね迎えられることは本当に小さい頃から知ってるので、いい選手だなと思っていたので、そのことを、まあ、同じピッチで仕事ができるっていうことはこんな幸せなことがないので、楽しみにしてます。また高塚はね門を叩いて来てくれたんですけども、もう一目見てこのメンタルの強さはただもんじゃないなと思ったので、まだどっちに、どういう花が咲くか分かりませんけれども、非常に楽しみな、3人です。まだそろそろ再開にね、向けてうちも指導をしだすんですけれども、再開に向けて本当に非常に心強い3人が、来てくれたので、先ほど高塚も言いましたけども、もう 1年目とか関係なくレギュラーを取ってやると、まあ、そのぐらいの本当にメンターを持った選手だと思っているので、こちらももう容赦せずどんどん試合に使って、いろんな経験をしてもらって、勝ち星を積んで、ファンサポーターの皆さんとね、喜びが分かち合えるように、努力していきますので、また応援のほどよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。それではこれより質疑応答に入らせていただきます。ご質問のある方は挙手にてお知らせください。またご質問の前に社名とお名前をお伝えください。3選手にお伺いいたします。レッズレディースに本当に熱いファンサポーターの方が毎試合スタジアムに足を運んでくださいますけれども、そうした方々に自分のどんなプレーを見てほしいでしょうか。またファンサポーターの方にどんな風にコールとかもあると思うんですけど、呼んでいただきたいでしょうか。お願いします。先ほど二木さんがおっしゃってくださったように、私の得意なプレーはシュートストップなので、まあ、試合出場した時はシュートストップでチームを勝たせられるように頑張りたいと思います。また他の部分でもたくさん挑戦して成長したいと思ってますので、そこの部分も見ていただけたら嬉しいと思います。あと、まあ、マヤって呼んでほしいです。ありがとうございます。自分は絶妙なゴールへつなぐパスだったり、裏への抜け出しのタイミングというオフザボールのところを見てほしいって思っています。また自分は、エナとか高塚なんで、タカとか呼んでほしいです。特に見てほしいプレーは守備範囲が広いところが特徴なので、攻撃はそうですけど守備のところに注目してほしいです。あとはたくさん何でもいいので名前呼んでほしいです。ありがとうございます。高塚選手にお伺いします。まあ、いろんなチームからおそらくオファーがあったと思うんですけれども、その中で浦和レッズレディースに、加入を決めた一番の要因はどんなところだったでしょうか。
練習に参加させていただいたときに、多くの先輩方が優しくフォローしてくださり、で、自分がプレーしやすいように、まあ、上下関係が、なんかそのサッカーにおいてはあまりなく感じたので、自分らしさが一番発揮できるかなと思って入団を決めました。他ございますか？ありがとうございます。他ご質問ある方いらっしゃいますか？楠瀬監督からお伺いします。シーズンの再開まで、まあ、1ヶ月弱ですけれども、まあ、これから、まあ、チームとして、まあ、どういったところを、まあ、力を入れて、まあ、強化に臨んできているかというところ、そして今回加入した3名の選手を、まあ、どういうふうに融合あるいはポジティブな化学反応を起こしていきたいかというところについてお伺いしたいと思います。はい、再開に向けては、非常に皇后杯のね、敗戦がかなり重かったというか大きかったので、ただ あれが非常にいい薬にもなったのも確かですし、まあ、今まで、何人か怪我人とかいるのを若い福田ですとか、島田ですとか石川とか、まあ、本当に穴を埋めてくれてよくここまでやってきてくれたっていうのがあるんですけども、この、再開に向けては怪我人も徐々に戻ってきますし、大きいのは長船がね、そろそろ実践できるかなっていうところになってきてるので、うちにとっては、まあ、彼女ら3人も含めて、いいニュースしかないので、再開に向けては非常に、手応えを感じています。まだトレーニングこれからなんですけれども、選手も非常に充実している時期だと思ってますので、ただスタートダッシュをね、まず1戦2戦しっかり勝っていかなきゃいけないので、まずそこの、試合をしっかりと取るということと、そこで競争をね、しっかりと選手の、競争を勝ち抜いて、レギュラーポジション取ってくれて、まあ、そこには一緒に彼女たちも並んでるので、そこをまあ煽っていって最後までそういう競争の中でみんなで勝ち取っていければと思っています。はい、チーズ、はい、チーズ、じゃあこのままこちらもお願いします。では行きます。いいですね、もう一回行きます。いいですか？そうですね、 OK、 では行きます。やってまーす。こちらの人お願いします。ありがとうございます。